無料オーディオブック我がは猫はである夏目漱石帰りに例の茶園を通り抜けようと思って霜柱の溶けかかったのを踏みつけながら県人にの飾ざれから顔を出すとまた車屋の黒が小菊の上に背を山にしてあくびをしている。 近頃は、黒を見て恐怖するような我が輩ではないが、話をされると面倒だから、知らぬ顔をして行き過ぎようとした。黒の性質として、人が己を警部したと、したためむるやいなや決して黙っていない。おい、七四のゴンべ近頃じゃおつう、高く止まってるじゃねえか。いくら、教師の飯を食ったって、 そんな高慢ちきなツラはするねえ。ひとつけおもしろくもねえ黒は、わがはいの有名になったのを、まだ知らんと見える。説明してやりたいが、とうていわかるやつではないから。まず、一応なあいさつをしてできえる限り、はやくごめん、こうむる、にしくはないと決心した。いいや、黒くんおめでとう。 相変わらず元気がいいねと、尻尾を立てて、左へくるりと回りはす。黒は、尻尾を立てたギリ挨拶もしない。何をめでてえ。正月でおめでたけりゃ、おめえ、なんざ歳が年中おめでて、えほうだろう。気をつけろい。このふいごのむこうずらめ。 ふいこの向こう面という句は、バリの言語であるようだが、我が輩には、了解ができなかった。ちょっと、疑うが、ふいこの向こう面というのは、どういう意味かね、変。てめえが悪態をつかれてるくせに、そのわけを聞かせはあねえ。だから、正月野郎だってことよ、正月野郎は指摘であるが。その意味に至ると、 不意このなんとかよりも、一層不明瞭な文句である。参考のためちょっと聞いておきたいが、聞いたって、明瞭な答弁は得られぬに決まっているから。面と向かったまま、無言で立っておった。いささか手持ちぶさたの体である。すると、突然、黒のうちのかみさんが、大きな声を張り上げて、 たなげておいた鮭がない。鮭が大変だ。また、あの黒のチキソウが取ったんだよ。本当に憎らしい猫だっちゃリャーしない。今に帰ってきたら、どうするか見て嫌がれとどなる。初春ののどかな空気を無遠慮に振動させて、枝を鳴らさぬ君が、 身を大いに俗量してしまう。黒は怒鳴るなら、怒鳴りたいだけ怒鳴っていろと言わぬ、ばかりに横着な顔をして、四角な顎を前へ出しながら、あれを聞いたかと合図をする。今までは、黒との応対で気がつかなかったが、見ると、彼の足の下には、 一切れ二千三輪に相当する鮭の骨が泥だらけになって転がっている「君相変わらずやってるな」と今までの雪がかりは忘れてつい鑑賞誌を放呈した黒はそのくらいなことではなかなか機嫌を直さない何がやってるでこの野郎鮭の一切や握りで相変わらずターなんだ 人を見くびったことを言うね。はばかりながら車屋の黒だ。と、腕まくりの代わりに、右の前足を、坂に、肩の辺までかき上げた。君が黒くんだということは、はじめから知ってるさ、知ってるのに、相変わらずやってるターンなんだ。なんだてことよと熱いのを、しきりに吹きかける。 人間なら胸ぐらを取られて小突き回されるところである少々へきえきして内心困ったことになったなと思っていると再び例の神さんの大声が聞こえるちょいと西川さんおい西川さんってば用があるんだよこの人は牛肉を一斤すぐ持ってくるんだよいいかいわかったかい 牛肉の固くないところを一斤だよと、牛肉注文の声が、シリンの赤爆を破る。変しに、いっぺん牛肉をあつらえると思って、嫌に、大きな声を出し,しゃあがら。牛肉一斤が隣、近所へ自慢なんだから、始末に酔えねえあまだ。と、黒は、あざけり、ながら四つ足を踏ん張る。我が輩は 挨拶のしようもないから黙って見ている。一気に暗いじゃ、承知ができねえんだが、仕方がねえ、いいから取っときゃ。今に食ってやらあと、自分のためにあつらえたもののごとく言う。今度は本当のごちそうだ。結構結構と、我輩は、なるべく彼を競そうとする。 おめっちの知ったことじゃねえ。黙っていろ。うるせえやといいな。がら突然、後足で下柱の崩れたやつを。我が輩の頭へばさりと浴びせかける。我が輩が驚きろいで、体の泥を払っている間に、黒は、垣根をくぐって、どこかへ姿を隠した。 大型西川の牛を狙いに行ったものであろう。家へ帰ると、座敷の中が、いつになく春めいて、主人の笑い声さえ陽気に聞こえる。はてなと開け放した縁側から上がって、主人のそばへ寄ってみると見慣れぬ客が来ている。頭をきれいに分けて、木綿の紋付きの羽織に、小倉の袴をつけて、 至極真面目そうな書生ティーの男である主人の手あぶりの角を見ると春慶塗りの巻きたば入れと並んで落チ風ウくんを紹介いたすソロ水島寒月という名刺があるのでこの客の名前も寒月君くんの友人であるということも知れた主角の対話は途中からであるから前後がよくわからんが 何でも、我が輩が前回に紹介した美学者メイテイ君のことに関しているらしい。それで、面白い趣向があるから、ぜひ一緒に来いとおっしゃるのでと、客は落ち着いて言う。何ですかその西洋料理へ行って昼飯を食うのについて趣向があるというのですかと、主人は、 茶を足して客の前へ押しやるさあその思考というのがその時は私にもわからなかったんですがいずれあの方のことですから何か面白い種があるのだろうと思いまして一緒に行きましたかなるほどところが驚いたのです主人はそれ見たかと言わぬばかりに膝の上に乗った我が輩の頭をぽかとたたく 少し痛い。またバカな茶番見たようなことなんでしょうあの男はあれが癖でねと急にアンドレアデルサルト事件を思い出すへへえ君何か変わったものを食おうじゃないかとおっしゃるので何を食いましたまずこんだてを見ながらいろいろ料理についてのご話しがありました あつらえない前にですかえー、それからそれから首をひねってボイの方をごらんになってどうも変わったものもないようだなとおっしゃるとボイは負けぬきでカモのロースかコ事ジのチャップなどはいかがですというと先生はそんな月並みを食いにわざわざここまで来やしないとおっしゃるんで。 ボイは月並みという意味が分からんものですから妙な顔をして黙っていましたよそうでしょうそれから私の方をおむきになって君フランスやイギリスへ行くとずいぶん天んめや万葉よが食えるんだが日本じゃどこへ行ったって番で押したようでどうも。 西洋料理へ入る気がしないというような大起源で全体屋の方は、陽光なすったことがあるのですかな何メイティが陽光なんかするもんですかそりゃ金もあり、時もあり、行こうと思えばいつでも行かれるんですがね。大方これから行くつもりのところを、過去に見立てたシャレなんでしょうど、主人は、 自分ながらうまいことを言ったつもりで誘い出し、笑いをする。客は、さまで感服した様子もない。そうですか、私はまた、いつの間に陽光なさったかと思って、つい真面目に配調していました。それに見てきたように、ナメクジのソップのご話や、カエルのシチューの形容をなさるものですから、 そりゃ、誰かに聞いたんでしょう。嘘をつくことはなかなか名人ですからね。どうもそうのようでと、カミンの水仙を眺める。少しく、残念の景色にもとられる。邪志向というのは、それなんですねと、主人が念をす。いえ、それはほんの冒頭なので。 本論はこれからなのです。ふうんと、主人は、好奇的な関東詩を挟む。それから、とても、ナメクジやカエルは食おうっても食えやしないから。まあ、土地面坊くらいなところで負けとくことにしようじゃないか君と。ご相談なさるものですから、私は、つい何の気なしに、それがいいでしょう、と言ってしまったので。へえ。 土地綿棒は妙ですがええー、全く妙なのですが先生があまり真面目だものですからつい気がつきませんでしたとあたかも主人に向かって祖骨を浴びているように見えるそれからどうしましたと主人は無頓着に聞く客の謝罪には一向同情を表しておらんそれから ボとちめんぼうを2人前持ってこいというと「ボイがメンチぼですか?」と聞き直しましたが「先生はますます真面目な顔でメンチぼじゃない」「とちめんぼうだと訂正されましたなある」「そのとちめんぼうという料理はいったいあるんですか?」さあ私も少しおかしいとは思いましたが。 いかにも先生が沈着であるしその上あの通りの西洋通りでいらっしゃるしことにその時は陽うなすったものと信じきっていたものですから私も口を添えて土地綿棒だ土地綿棒だとボイに教えてやりましたボイはどうしましたボイがね今考えると実に滑稽なんですがね しばらく思案していましてね。花肌お気の毒様ですが、今日は土地綿棒はお会いにくさまで。メンチ棒なら、お二人前すぐにできますと言うと。先生は、非常に残念な様子で、それじゃ、せっかくここまで来た会がない。どうか土地綿棒を都合して食わせてもらうわけにはいくまいかと。 ボイに二十銭銀貨をやられると、ボイは、それでは、ともかくも料理番と相談して参りましょうと、奥へ行きましたよ。大変土地綿棒が食いたかったと見えますね。しばらくしてボイが出てきて、誠にご愛くで。おあつらえならこしらえますが、少々時間がかかります。というと、メイテイ先生は落ち着いたもので、 どうせ我々は正月で暇なんだから少し待って食っていこうじゃないかと言いながらポッケットから葉巻きを出してぷかりぷかりふかし始められたので私も仕方がないから懐から日本新聞を出して読み出しましたするとボイはまた奥へ相談に行きましたよいやに手数がかかりますなと 主人は戦争の通信を読むくらいの意気込みで席を進めるするとボイがまた出てきて近頃は土地綿棒の材料が不定で亀屋へ行っても横浜の15番へ行っても変われませんから当分の間はお会いにくさまでと気の毒そうに言うと先生はそりゃ困ったな せっかく来たのになぁと私の方をご覧になってしきりに繰り返されるので私も黙っているわけにもまいりませんからどうも遺憾ですが遺憾極まるですがと調子を合わせたのですごもっともでと主人が賛成する何がごもっともだかわがはにはわからんするとボイも気の毒だと見えてそのうち材料が参りましたら どうか願いますってんでしょう先生が「材料は何を使うかね?」と問われるとボイは「へへへへ」と笑って返事をしないんです材料は日本派の廃人だろうと先生が押し返して聞くとボイは閉鎖用ようでそれだものだから近頃は横浜へ行っても買われませんので。 誠にお気の毒様と言いましたよ、あははは、それがオチなんですか。こりゃ面白いと、主人はいつになく、大きな声で笑う。膝が揺れて、わがはは落ちかかる。主人は、それにも、とんじゃくなく笑う。アンドレ・アデル・サルトにかかったのは、自分一人でないということを知ったので。 急に愉快になったものと見えるそれから二人で表へ出るとどうだ君うまく行ったろう土地面棒を主に使ったところが面白かろうと大得意なんですけ福のいたりですと言ってお別れしたようなものの実は昼飯の時刻が延びたので大変空腹になって弱りましたよ それはご迷惑でしたろうと主人は初めて同情を表するこれには吾輩も依存はないしばらく話が途切れて吾輩の喉を鳴らす音が主ュの耳に入るコチくんは冷めたくなった茶をぐった飲み干して実は今日参りましたのは少々先生にごががあって参ったのでと改まる はあ何かご用でと主人も負けずに済ますご承知の通り文学美術が好きなものですから結構でと油をさす同志だけがよりまして先だってから朗読会というのを組織しまして毎月1回会合してこの方面の研究をこれから続けたいつもりですでに第1回は 去年の暮れに開いいたくらいであります。ちょっと伺っておきますが。朗読会というと、何か節でもつけて、詩歌文章の類を読むように聞こえますが。一体どんな風にやるんです。まあ、はじめは、個人の作から、はじめて、おいおいは、どう人の創作なんかもやるつもりです。 個人の作というと、白楽天の美和光のようなものででもあるんですかいいえ、武尊の春風馬帝局の種類ですかいいえ。それじゃ、どんなものをやったんです先だっては、近松の真珠物をやりました。近松あの浄瑠璃の近松ですか近松に二人はない。近松といえば、 家の近松に決まっているそれを聞き直す主人はよほど具だと思っていると主人は何にもわからずに我がはの頭を丁寧に撫でているやぶにら身から掘れられたと自認している人間もある世の中だからこのくらいのゴビューは決して驚くにたらんとなでられるがままに済ましていた ええと答えて、東風氏は、主人の顔色をうかがう。それじゃ一人で朗読するのですか。または、役割を決めてやるんですか。役を、極めて掛け合いでやってみました。その周位は、なるべく、作中の人物に同情を持って、その性格を発揮するのを第一として。それに、手間で闇ぶりを添えます。 セリフは、なるべく、その時代の人を映し出すのが主で、お嬢さんでもデッチでも、その人物が出てきたようにやるんです、じゃ。まあ、芝居見たようなものじゃありませんか。ええ、衣装とかき割りがないくらいなものですな。失礼ながらうまくいきますか。まあ、第1回としては成功した方だと思います。 それでこの前やったとおっしゃる真珠じものというとそのせんがお客を乗せてよしへ行くとこなんで大変な幕をやりましたなと教師だけにちょっと首を傾ける鼻から吹き出した日の出の煙が耳をかすめて顔の横でえめぐるなあにそんなに大変なこともないんです。 登場の人物はお客と、先導と、オイランと中井とやり手と、鍵盤だけですからと、東風氏は平気なものである。主人は、オイランという名を聞いて、ちょっと苦い顔をしたが、中井、やり手。鍵盤という術語について、明瞭の知識がなかったと見えて、まず質問を提出した。中井というのは、 消化の可否にあたるものですかなまだよく研究はしてみませんが中井は茶屋の下女でやり手というのが女部屋の助役見たようなものだろうと思います東風氏はさっきその人物が出てくるように小灰色を使うと言ったくせにやり手や中井の性格をよく返しておらんだしい なるほど中井は茶屋にぞ属するものでやり手はしょに気がするものですね次に鍵盤というのは人間ですかまたは一定の場所を指すのですかもし人間とすれば男ですか女ですか鍵盤はなんでも男の人間だと思います何をつかさどっているんですかなさあそこまではまだ調べが届いておりません。 そのうち調べてみましょう。これで掛け合いをやった日には、とんちんかんなものができるだろうと。吾輩は主人の顔をちょっと見上げた。主人は存外真面まじめである。それで、朗読家は、君のほかに、どんな人が加わったんですか、いろいろおりました。おいらんが法学士の K 君でしたが、口ひげを生やして。 女の甘ったるいセリフを使うのですからちょっと妙でしたそれにその花魁がシャクを起こすところがあるので朗読でもシャクを起こさなくちゃいけないんですかと主人は心配そうに尋ねるええとにかく表情が大事ですからと東風氏はどこまでも文芸家の木でいるうまく尺が起こりましたかと 主人は慶功を吐く。尺だけは第一回にはちと無理でしたと東風氏も慶功を吐く。ところで君は何の役割でしたと主人が聞く。私は先導兵。君が先導。君にして先導が務まるものなら僕にも鍵盤くらいはやれるといったような動きを漏らす。 やがて、船頭は無理でしたかと、お世辞のないところを打ち明ける。東風市は、別段尺に触った様子もない。やはり沈着な口調で、その船頭で、せっかくの催しも、竜頭旅に終わりました。実は、会場の隣に、女学生が45人下宿していましてね、それがどうして聞いたものか。 その日は朗読会があるということを、どこかで探知して、会場の窓から来て、膨張していたものと見えます。私が、船頭のコワイロを使って、ようやく調子づいて、これなら大丈夫と思って、得意にやっていると、つまり身振りが余りすぎたのでしょう。今ままでこらえていた女学生が、一度にわっと笑い出したものですから、 驚きのいたことも驚きのいたし、決まりが悪いことも悪類し、それで腰を折られてから、どうしても後が続けられないので、とうとうそれぎりで3回しました第1回としては成功だと称する朗読会がこれでは、失敗はどんなものだろうと想像すると笑わずにはいられない。覚えず、 がなる主人はいよいよにこやかに頭を撫でてくれる人を笑って可愛がられるのはありがたいがいささか不気味なところもあるそれはとんだことでと主人は正月早々弔辞を述べている第2回からはもっと奮発して盛大にやるつもりなので今日出ましたのも全くそのためで 実は先生にも一つご入会の上ご尽力を仰ぎたいので僕にはとても尺なんか起こせませんよと消極的な主人はすぐに断りかけるいえ尺などは起こしていただかんでもよろしいのでここに参女院の名簿がといいながら紫の風呂敷から大事そうに小菊板の帳面を出す これ、どうか、ご署名の上ごゴナを願いたいのでと、正面を主人の膝の前へ開いたまま置く。見ると、原稿知名な文学博士、文学士連中の名が、行儀よく勢揃いをしている。ハあ、賛成員にならんこともありませんが、どんな義務があるのですかと、柿先生は、懸念の体に見える。 義務と申して、別段、ぜひ願うこともないくらいで。ただ、お名前だけをご記入くださって、賛成の意さえを表し、くださればそれで結構です。そんなら入り、ますと義務のかからぬことを知るやいなや主人は、急に気軽になる。責任さえないということがわかっておれば、謀反の連番状へでも名を書き入れますという顔付けをする。 のみならず高知名の学者が名前を連ねている中に生命だけでも入籍させるのは今までこんなことに出会ったことのない主人にとっては無常の光栄であるから返事の税のあるのも無理はないちょっと失敬と主人は書斎へ印を取りに入る我が輩はぼたりと畳の上へ落ちる 東風氏は菓子皿の中のカステラをつまんで一口に頬張る。もごもごしばらくは苦しそうである。吾が輩は今はけさの雑煮事件をちょっと思い出す。主人が書斎から飲料を持って出てきたときは豆腐氏の胃の中にカステラが落ち着いたときであった。主人は 菓子皿のカステラが一切れ足りなくなったことには気がつかぬらしいもし気がつくとすれば第一に疑われるものは我が輩であろう東風ふが帰ってから主人が書斎に入って机の上を見るといつの間に亀井亭先生の手紙が来ている新年の魚系目めでたくもうしおさめそろ。 いつになく、出が真面目だと主人が思う。明帝先生の手紙に真面目なのはほとんどないので、この間などは、その後別に連着せる婦人もこれなく、伊豆、肩より縁書も参らず、まずまず無事に昇降まかり、ありそろ館。はばかりながらご求心くださるべくそろというのが来たくらいである。 それに比べるとこの年史上は例外にも世間的である一寸三度をつかまつりたくソーロエドも体系の消極主義に反してでき得る限り積極的方針を持って四川古見像の新年を迎えうる計画ゆえ毎日毎日目の巡るほどの多忙ご推察願い上ソロ なるほどあの男のことだから正月は遊び巡るのにせわしがしいに違いないと主人は腹の内でメイティ君に同意する昨日は一刻の暇を盗み東風市に土地綿棒のごちそうをいたさんと存じそろところあいにく材料不定のためキーを果たさずいかん千番に存じそろ そろそろ、例の通りになってきたと、主人は無言で微笑する。明日は、防弾尺のかるた会、明後日は、神美学教会の新年宴会、木下は鳥部教授歓迎会。また明日は、うるさいなと、主人は読み飛ばす。右のごとく、洋曲会、俳句会、短歌会。 死回等、回の連発にて当分の間は、のべつ幕なしに出勤いたしそろためめ、やむをえず画像を、もって配数の例に変え、ソロあ足からずご友食出されたくそろ、別段来るにも及ばんさ、と、主人は、手紙に返事をする。今度、高麗の説は、 久しぶりに手番さんでも今日したき心えに魚座そろか中何の珍味もこれなくそうらえどもせめては土地綿棒でもとただいまより心がけおりそろまだ土地綿棒を振り回しているしっけなと主人はちょっとむっとするしかし土地綿棒は 近頃材料不定のためめことによると間に合い金そろもはかりがたきにつき木節は苦弱の下でもお風味に入れ申すべくそろ両天秤をかけたなと主人は後が読みたくなるご承知の通り苦弱一羽につき下肉の分量は 小指の半ばにも足らぬほど小健端なる体型の胃袋を満たすためには嘘をつけと主人は打ち合ったように言うぜひとも230羽の苦弱を捕獲いたさざるべからずと存じそろしかるところクジャクは動物園浅草花屋敷等にはちらほら見受け走路へども 普通の鳥屋などには1個産みあたりもうさず苦心このことに魚座そソロ一人で勝手に苦心しているのじゃないかと主人は豪雨も感謝の意を表しない縮尺の下の料理は大石ローマ前世の身切ぎり一時非常に流行いたしソロものにて 豪不流の極度と平勢より密かに触手を動かし折りそろし第い了両くださるべくそろ何がご了札だバカなと主人はすこぶる冷淡であるくだって1 6十7世紀の頃までは禅王を通じてクジャクは宴石に隠べからざる吉宮寺と相なり折りそろ レスターハグがエリザベス女王をケニル・ウォースに招待いたしソロ説も確か苦弱を使用いたしソロ用気を聞いたしソロ有名なるレンブラントが描きソロ共演の図にも苦弱顔を広げたるママ卓上に横たわりよりソロ苦弱の料理師を書くくらいならそんなに多忙でもなさそうだと不平をこぼす とにかく近頃のごとくごちそうの食べ続けにてはさすがの小生も遠からぬうちに体型のごとく威弱とアイナルは必要体型のごとくは余計だ何も僕を威弱の標準にしなくても済むと主人はつぶやいた歴史家の説によればローマ人は日に 2度3度も宴会を開きそろよし日に2度も3度も豊じの食線に付きそろえばいかなる権威の人にても消化機能に不調をかもすべくしたがって自然は体型のごとくまた体型のごとくか湿気なしかるに贅沢と衛星等両立せしめンど 研究を突きしたら彼らは、不相当に、多量の寿味を貪ると同時に、胃腸を状態に保持するの必要を認め、ここに、一の秘宝を暗室いたしそろ。はてねと、主人は急に熱心になる。彼らは食後必ず入浴いたしそろ。入浴後一種の方法によりで、翌前に縁せるものをことごとく追うとし、 以内を掃除いたしそろ。稲内覚醒の功を奏したる後また食卓につき。あくまで珍味を風庫牛。風庫牛、終わればまた湯に入りて、これを年ついたしそろ。書ののと得すれば、好物はむさぼり次第むさぼり、揃うもごうも、内臓の初期間に障害を生ぜず。一挙両得とは、 死党のことを申すべきかと愚行いたしそろ。なるほど一挙両得にそういない。主人は羨ましそうな顔をする。二十世紀の今日交通の頻繁、宴会の増加は申すまでもなく。軍国多次世路の第二年とも章なりそろりから、我人戦勝国の国民は、ぜひともローマ人に倣って。 死入浴王とのすべを研究せざるべからざる機会に到着いたし、そろごとと自信いたし、そろ。さもなく、場せっかくの大国民も、近き将来におてことごとく。体型のごとく、異病患者と相なることと、ひそかに心痛まかりあり、そろ。また、体型のごとくか、尺に、触る、男だと主人が思う。 荒れ人西洋の事情に通ずる者が古史伝説を恒久し、すでに廃絶せる秘宝を発見し、これを明治の社会に応用いたし、高あばいわば災いを見報に防ぐのくどくにも、愛なり平素一落を、欲しいままにいたし、ソロを恩返しも愛たち、もうすべくと存じそろ、なんだか妙だなと首をひねる。 よって、士官十より二本、門戦。スミス等書家の著述を少量いたし寄り添うらえども。いまだに八軒の短唱も見いだしえ、ざるは、残念の至りに存じそろ。しかし、ご存じの縮小性は、一度思い立ちそろことは成功するまでは。決して、 中絶つかまつら、ザル性質にそろえば、オートホを。最高いたし、ソロも遠からぬうちと信じ寄りソロ次第。右は、発見次第、ご報道をつかまつるべくソロにつき、作用ご承知くださるべくソロ。ついては先に猿城ソロ土地綿棒を呼び。クジャクの下のご寄贈も、相なるべくは、右発見後にいたす支度。 さすれば小生の都合はもちろんすでに遺弱に悩みおられる体形のためにもご便宜かと存じそろそろそう不備なんだとうとう担がれたのかあまり書き方が真面目なものだからついしまいまで本気にして読んでいた新年そうそうこんなイタズラをやるメイティはよっぽど暇人だなあと主人は笑いながら言った それから45日は別段のなこともなく過ぎ去った白磁の水いがだんだんしぼんで青軸の梅がびんながらだんだん開きかかるのを眺め暮らしてばかりいてもつまらんと思って一両だみけこを訪うしてみたがあわれない最初は留守だと思ったが二編目には病気で寝ているということが知れた 障子の中で、例のお師匠さんと下女が話をしているのを、長ョ鉢ズバチの波乱の陰に隠れて聞いているところであった。三家は、ご飯を食べるかい、いいえ、今朝から、まだ何にも食べません。あったかにしておこたに寝かしておきました。なんだか猫らしくない。まるで、人間の取り扱いを受けている。 一方では、自分の境遇と比べてみて、うらやましくもあるが。一方では、斧が愛している猫がかくまで、厚遇を受けていると思えば嬉しくもある。どうも困るね、ご飯を食べないと、体が疲れるばかりだからね、そうでございますとも。私共ともでさえ、一日午前をいただかないと、あくる日は、とても働けませんもの。 下女は自分より猫の方が上等な動物であるような返事をする。実際、このうちでは下女より猫の方が大切かもしれない。お医者様へ連れて行ったのかいええー、あのお医者はよっぽど妙でございますよ。私が三毛を抱いて診察場へ行くと。風邪でもひいたのかって。 私の脈を取ろうとするんでしょう。いえ、病人は私ではございません。これですって、ミケを膝の上へ直したら、ニヤニヤ笑いながら、猫の病気はわしにもわからん。ほうっておいたら今に治る、だろうってんですもの、あんまりひどいじゃございませんか。腹が立ったから、それじゃ見ていただかなくってもようございます。 これでの大事の猫なんですってミケを懐へ入れてさっさと帰ってまいりました本にねえほにねえは到底吾輩がのうちなどで聞かれる言葉ではないやはり天ん院様のなんとかのなんとかでなくては使えないはなはがであると感心したなんだかしくしく言うようだがええ きっと風邪をひいて、喉が痛むんでございますよ。風邪をひくと、どなたでもお咳が出ますからね。天聖院様のなんとかのなんとかの下女だけに、バカていねいな言葉を使う。それに、近頃は、肺病とかいうものができての。本当に、この頃のように、肺病だのペストだのって、新しい病気ばかり増えた日にゃ 油きも,もなれしませんのでございますよ。旧ゅ時代にないものにろくなものはないからお前も気をつけないといかんよ。そうでございましょうかね下女は大いに感動している。風邪をひくと言ってもあまりで歩きもしないようだったに。いえねあなた。それが近頃は。 悪い友達ができましてね。下女は、告示の秘密でも語るときのように大得意である。悪い友達ええ、の、表通りの教師のとこにいる薄汚いお猫でございますよ。教師というのは、あの毎朝不作法な声を出す人かえ。ええ、顔を洗うたんびに、ガチョウがしめ殺されるような声を出す人でござんす。 ガチョウがしめ殺されるような声はうまい形容である我が輩の主人は毎朝風呂場でうがいをやるとき幼児でのどをつっついて妙な声を無遠慮に出す癖がある機嫌の悪いときはやけにがあがあやる機嫌の良いときはもと気づいてなおがあがあやるつまり 機嫌のいい時も悪い時も休みなく勢いよくがーがーやる。サイ君の話しではここへ引っ越す前まではこんな癖はなかったそうだがある時ふとやりだしてから今日まで一日もやめたことがないというちょっと厄介な癖であるがなぜこんなことを根気よく続けているのか。 我ら猫などには到底想像もつかん。それもまず良いとして、薄汚い猫とは、随分酷評をやるものだと、なお耳を立てて後を聞く。あんな声を出して、何のまじな絵になるか知らん。ご一心前は、中間でも草利取りでも、相応な作法は心得たもので。屋敷町などで、 あんな顔の洗い方をする者は一人もおらなかったよ、そうでございましょうともねえ。下女は、むやみに感服しては、むやみにねえを使用する。あんな主人を持っている猫だから、どうせ野良猫さ。今度来たら、少し叩いてをやり、叩いてやりますとも。三毛の病気になったのも、まったく。 あいつのおかげに相違ございませんもの、きっと敵を取ってやります。とんだえん罪をこむったものだ。こいつは、めったに、近寄れないと、みけ子には、とうとう会わずに帰った。帰ってみると、主人は、書斎のうちで、何か賃金の手で、筆を取っている。 二元金のお師匠さんのとこで聞いた評判を話したらさぞ怒るだろうが知らぬが仏とやらでうんうん言いながら神聖な詩人になりすましているところへ当分多忙で行かれないと言ってわざわざ年始状をよこしたメイテイ君が表然とやってくる何か身体詩でも作っているのかね 面白いのができたら見せたまえといううんちょっとうまい文章だと思ったから今翻訳してみようと思ってねと主人は重たそうに口を開く文章誰の文章だい誰れのかわからんよ無名いしか無名氏の作にもずいぶんのがあるからなかなかバカにできない 全体どこにあったのかと問う第二読本と主人は落ち着き払って答える第二読本第二読本がどうしたんだ僕の翻訳している名文というのは第二読本のうちにあるということさ冗談じゃない苦弱の下の敵をきわどいところで打とうという寸法なんだろう 僕は君のようなほらふきとは違うさと口ひげをひねる。大善たるものだ。昔ある人が、山陽に、先生近頃名分はござらぬかと言ったら、山陽が孫の書いた借金の最速上を示して、近来の名分は、まずこれでしょうと言ったという話があるから。君の新美目も存外確かかもしれん。 ドレオンで見たまえ、僕が批評してやるからと、メイテイ先生は、新美目の本家のようなことを言う。主人は、全坊図が、大東国史の誘い回を読むような声を出して読み始める。巨人、引力、なんだいその巨人引力というのは、巨人引力という大差。妙な大だな。 僕には意味がわからんね、引力という名を持っている巨人というつもりさ。少し無理なつもりだが、表題だから、まず負けておくとしよう。それから早々本文を読むさ。君は、声が良いからなかなか面白い、混ぜ返してはいかんよ。とあらかじめ、念を押してまた読み始める。ケイトは、 窓から外を眺める。小児が玉を投げて遊んでいる。彼らは、高く、玉を空中に投げ撃つ。玉は上へ上へと登る。しばらくすると落ちてくる。彼らは、また、玉を高く投げ撃つ。再びサンド。 投げ打ちたびに弾は落ちてくる。なぜ落ちるのか、なぜ上へ上へと飲み登らぬかと、ケイトが聞く。巨人が地中に住むゆえにと、母が答える。彼は巨人引力である。彼は強い。彼は、万物を己の肩へと引く。彼は、家屋を地上に引く。 引かねば飛んでしまう。章にも飛んでしまう。葉が落ちるのを見たろう。あれは、巨人引力が呼ぶのである。本を落とすことがあろう。巨人引力が来いというからである。玉が空に上がる。巨人引力は呼ぶ。 呼ぶと落ちてくる。それに理解、む、む、うまいじゃないか、いや、これは恐れいった。とんだところで、土地綿棒のご返礼に預かった。ご返礼でもなんでもないさ、実際うまいから訳してみたの。さ、君はそう思わんかねと、金縁のメガネの奥を見る。どうも驚きろいたね。 君にしてこの議論あらんとは全く今度という今度はかつがれたよ。公算公算と一人で承知して一人でしゃべる。主人には一個を通じない。何も君を公参させる考えはないさ。ただ面白い文章だと思ったから訳してみたばかりさ。いや実に面白い。 そうこなくっちゃ本物でない。すごいものだ。恐縮だ、そんなに恐縮するには及ばん。僕も、近頃は水彩画をやめたから。その代わりに、文章でもやろうと思ってね。どうして、遠近無差別国白平等の水彩画の日じゃない。感服の至りだよ。 そう褒めてくれると僕も乗り気になると主人はあくまでも勘違いをしているところへ、かんげつくんが「先日は失礼しました」と入ってきたる。